こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ファイアーエンブレム風化雪月ですね。今回ですね、はクエストを進めるのではなく支援情報だけを取り出して、お送りしたいと思います。これライブ配信じゃなく、録画です。この支援情報ですね、もう主人公とレオニーを除く全員が、支援会話がありますね。じゃあローレンツ行ってみようか。ローレンツはイグナーツのみですね。行ってみましょう。イグナーツ君、少し休憩にしよう。紅茶を入れるから茶器を選んでくれたまえ。え、僕がですか？君以外に誰がいると言うんだ。そうだよ。休憩時間がなくなってしまうぞ。茶器はその棚だ。君の目利きに任せる。ああ。これでどうでしょうか？ほう。飾り気のない茶器を選んだ。なぜこれにしたのだ？ローレンツ君が用意しているのは渋みの少ない茶葉ですよね。その茶葉は何も加えずいただくのが美味しい。なら紅茶の水色が映える茶器が良いかなと。器に絵付けされているのは季節の花です。いい天気だけど散策する余裕はないから。なるほど、実にいい審美眼をしている。さすがは我がグロスタール家が長年用足しにする商家の生まれだ。グロスタール家が長年用足しにする商家の生まれが、あのノビ、いや、もうノビタっていう名前が定番になって、この名前を、メガネの名前を忘れてしまった。ここを卒業して君が本格的に商いを始めたら僕が父に引き合わせよう。ああ、嬉しいですけど僕は騎士になるよう言われているので。ん？そうか、君は次男だったな。その目利きは才能だと思うが、まあいい。それなら騎士となって僕に仕えることを許そう。なんだ、不満か？すごい存在な言い方ですね。いえ、考えときますね。大人の対応。芸術のことなら迷いがないのに、他のこととなると優柔不断なのだな。こういう感じで順次進めていきたいと思いますので。続いてクロードです。クロードは誰がいるんだろう。お、ツイルですね。ではクロードとツイル。ようツイル、相変わらず働き者だな。別に、自分の仕事をしてるだけだよ。あのレアさんから直々に仕事を頼まれてるんだろ。教団に人は多いが、大司教殿と毎日言葉を交わせるような人間は少ない。いや、大したもんだよ。日頃の仕事ぶりが認められてるんだろう。用がないならもういい？僕忙しいんだけど。いや、レアさんの話を聞きたくてさ。みんなが知らないような情報も、お前なら。レア様のことなら誰より知ってる。でもあなたに話す理由がない。
おいおい、そう冷たくするなよ。なんたって俺とお前は。僕らがなんだっていうの？え、お前俺のことを知ってるんじゃないのか？知ってるよ。クロードでしょ、ヒルシクラッセの酋長の。え、そうじゃなくて、まあいいや。ところでお前、ふるさとは恋しくないか？ふるさと、パルミラのこと？そう、パルミラだ。あんまり恋しそうじゃないな。パルミラにいた時の方が今より大変だったからね。父さんも母さんも戦争で死んじゃって、誰も助けてくれる人はいなかった。おお、なんと戦争で両親失ってるんですね。ツイリル。読みにくい。王様は何もしてくれないし、僕みたいな子は自分の力で生きてくしかなかったんだ。そりゃ悪かったな。クロードに謝られても。それともあなたのせいなの？俺のせいかそうじゃないかは置いといても、謝らせてくれよ。こうして地球を得た相手が何に苦しんでいたかもわからない。ふるさとが恋しいかなんて気楽に聞いて嫌な思いをさせちまったかもしれない。別に気にしてないよ。かもしれないな。考えの足りなかった俺の態度を謝らせて欲しかったんだよ。そういうことならありがとう、クロード。パルミラの王様がクロードみたいな人だったらよかったんだけどね。あんいつかパルミラ王に会う機会があったら説教しとくよ。そうして、僕はもうパルミラに帰る気はないけどね。じゃあ仕事に戻るよ。ちょっと飛ばしちゃいました。ログ見てみるか。こういう時ログが。あの王様はきっと悪い人じゃないけど、気が利かないんだよ全然。なるほど。ちょっとあのつい、ちょっとついついリル、出ましたね。あ、お前はすっかりそっち側なんだな。ま、俺のことに目をつぶってくれてるだけでも助かるよ。何のことか知らないけど心配しないで。さあ、次ラファエルですね。お、ラファエルは2人、リステアちゃんとヒルダです。まずリステアちゃんから行ってみましょう。ここの理論がどうしても成立しない。考え方は合ってると思うんだけどな。お、リステアさん、難しい顔しちゃって悩みでもあんのか？この兄ちゃんじゃない、おでに何でも言ってみな。ラファエル、お気持ちだけで十分です。あんたじゃ役に立ちませんから。ああ、何か難しい調べ物か？そりゃおでじゃ役に立たねえな。じゃあおででも解決できそうな悩みはねえのか？鍛錬がうまくいかねえとか。は？別にそういうのは。そうだ、かけっこ早くなりたくねえか？おで、それなら教えてやれるぞ。追いかけっこのコツも教えてやろうか。簡単に捕まらねえための動き方とかよ。せっかくのいい天気だし、ほら兄ちゃんと一緒に外で。おお、なんかよい人なんだけどな、圧迫感があるな。
忙しいんです。邪魔しないでくれますか。大体何なんですか兄ちゃんって。私はあんたの妹じゃありませんから。え、俺兄ちゃんなんて言ったか。そりゃ悪かった、ついうっかり。大体学校の成績は私よりもだいぶ下ですよね。お兄さんを気取りたいならもう少し勉強でもしたらどうですか。そうは言われても、おで座学は苦手だからよ。まったく、いつまでもお気楽で。あんたこそ子供じゃない。わかったらもう私の邪魔はしないで。いいですね。反抗したいお年頃かな。まあ、あのリシナちゃん14歳ですからね、どうしてもあの背伸びしたいっていう感はありますよね。確かにあの女の子にとっては怖いですよね、迫ってくるでっかい男の子は。さあ、ラファエルもう一つです。ヒルダですね。よし、これをこうして。あれ、ラファエル君何作ってるの。何これ、マルタの薄切り。おお、ヒルダさんか。これをこうすんだ。ドゥアー。素手で叩いてくり抜いた。だけど縁だけ残ってる。よし、これを磨いて色をつければ首飾りの土台の完成だ。首飾り、嘘でしょ。どうだ、ちょうどいい大きさだろ。この木は皮の匂いが最高なんだ。あとはこのイノシシの牙を削って飾りを作るぞ。イノシシの牙。あ、狼の爪もあるんだ。これも色付けすれば。狼の爪。ん？どうしたヒルダさん。野生味あふれてかっこいいね。そうだろそうだろ。ヒルダさんにも作ってやろうか。私はいいかな。きっとラファエル君しか似合わないよ。おでに似合っても仕方ねえよ。これ妹の誕生日に送るつもりなんだ。妹さんの、ありえな。女の子ならもっと可愛い方が嬉しいんじゃないかな。可愛い、かっけんじゃダメか。これほら、ここに牙と爪もつくんだぞ。可愛い工場委員会。女の子はそれじゃ喜ばないと思うな。お花とか宝石とかじゃないと。例えばそうだな、首飾りにつけるなら綺麗で珍しい花を水晶の小瓶に入れて樹液で固めたりしたら可愛いかも。綺麗で珍しい花？それってどこに咲いてるんだ。花にはあまり詳しくないけど。そういえばホドラの喉元だけに咲くすっごく綺麗な花があるって聞いたことあるな。ホドラの喉元？同盟領の東の端っこか。間に合うかな。ごめん、遠すぎるよね。他にはあれ、いなくなっちゃった。まあいっか。いいですね。ラファエルどこ行ったんでしょうね。
これって再度聞くことってできるんかな、ラファエルとヒルダの会話。わー、聞けないんだな。あ、他も一応他のメンバーもあるんだ。あるんだけど今は、今はあの支援会は用意されてないみたいですね。うん、ヒルダの演技すごいいいですよ。やっぱり強弱がしっかりしてて、いいですね。これは、うん、このヒルダはすごい。ではイグナーツですね。次は、お、マリアンヌちゃんだ。一人ですね。マリアンヌ行ってみましょう。これで全部でしょうか。はい、全部見つかりました。マリアンヌさん、ありがとうございました。洗濯物が乾いてきたと思ったら急に風が強くなって、気がついたらみんな宙に舞ってたんです。ああ、やっちゃったって思いましたよ。大変でしたね。厩舎まで飛んできてるなんて。君が拾っていてくれて助かりました。たまたま足元に落ちてきたので。おかげで日が傾く前に見つかったし、すぐに干し直せば今日中に乾きそうですね。よし、早速。あ、大丈夫ですか？思ったより重かったです。運ぶの手伝ってもらっていいですか？はあ、なんとか間に合いました。干すのも手伝ってもらってすみません。いえ。はい、何でしょう。私といても楽しくないですよね。私うまく相槌も打てなくて。いえ、気にしなくていいですよ。だってほら、あそこを見てください。ん、あ、綺麗なお花。ちょっと前までつぼみだったのにこんなに綺麗に咲いたんですね。素敵。おしゃべりに夢中になってたら気づかなかったかもしれませんよ。洗濯のことは散々だったけど、ちょっと得した気分です。やりましたね。今 C になりました。あと3つ、リシテアちゃんと、お、ヒルダですね。いいですね。ヒルダはやっぱりリシテアちゃんとマリアンヌがいいですからね。聞いてみましょう。なるな。今度何かお礼させてね。リシテアちゃん、そんなところでぼーっと何してるの？あ、もしかして今の見てた？また誰かに頼み事してって思ってたんでしょう。いえ、なんでみんなヒルダの言うことを聞いちゃうんだろうって思ってました。やってくれるって言うからお願いしてるだけで、押し付けてはいないのよ。そうみたいですね。そこが不思議で考えてたんです。ヒルダちゃんの魅力にやられてつい役に立ちたくなっちゃうのかな。なるほど、
確かにそうかもしれませんね。あれれ、否定されると思ったらあっさり肯定してくれるんだ。だってこうして見る限りあんたには隙が見当たりませんから。そうか、リシテアちゃんあんたって言うんですね。髪型も服の着こなしもきっちりしすぎず崩しすぎず絶妙な印象を受けます。手の爪も綺麗に色が塗られてる。きっと足も整えたばかりなんでしょ。リシテアちゃん、私は今褒められてるの？責められてるの？それにいい匂いがします。糖蜜より清涼感。これはお花？あら、いいところに気づいたわね。これは夜にしか咲かないお花の精油よ。精油ですか。占いや掃除に使うのしか知りませんでした。ちょうど今持ってるの。あなたにもつけてあげるね。これでよしっと。手首につけたから後でこすって香りを攪拌してね。太い血管のある場所や体温の高い場所につけるのが基本よ。さりげなく香らせたいなら太ももとかにつけてもいいわ。気に入ってくれた？嬉しい。ヒルダと同じ匂いがします。少し大人になった気がします。ありがとう、ヒルダ。結局大人の女性に憧れてたってこと？わかりにくい子ね。でもあの笑顔かわいいじゃないの。うん、リシテアちゃんかわいい。あ、ログがあるんだ。ログで見れるんか。ここからがすごいいいんですよね。これでよしっと。手首につけたから太い血管のある場所や体温の高い場所につけるのが基本よ。さりげなく香らせたいなら太ももとかにつけてもいいわ。太い血管のある場所や体温の高い場所につけるのが基本よ。うん、ここからがすごいいいんですよね、リシテアちゃん。気に入ってくれた？嬉しい。ヒルダと同じ匂いがします。ここかな。嬉しい。嬉しい。ヒルダと同じ匂いがします。ここすごいいいね。ここも少し大人になった気がします。ありがとう、ヒルダ。少し大人になった気がします。ありがとう、ヒルダ。ここもすごいいいですね。結局大人の女性に憧れてたってこと？わかりにくい子ね。でもあの笑顔かわいいじゃないの。少し大人になった気がします。ありがとう、ヒルダ。この大人にっていうとこがいいんですよね。少し大人になった気がします。少し大人になった気がします。ありがとう、ヒルダ。少し大人になった気がします。ありがとう、ヒルダ。ここ大人になった気がしますがすごくいいですね。さあ、支援同胞マリアンヌとヒルダかな、残っているのが。これ見てみましょう。
ヒルダはつまり3つもあるんだ。ラファエルとリシテアちゃんとマリアンヌ。いやヒルダ豪華版ですね。嬉しいな。行ってみましょう。ヒルダとマリアンヌです。あーもうなんで私が書庫の片付けなんてしなきゃいけないの。お珍しくヒルダ怒ってますね。どうしたんだろう。どうせ暇でしょみたいなこと言われるし、お菓子を食べるのに忙しいっての。それに本の整理って面倒じゃない。重いしかさばるし時間かかるのよね。ねえマリアーヌちゃんもそう思うでしょ。あの私は別に。あ、もしかしてあなた片付け得意なの。見るからにちゃんとしてそうだものね。マリアンヌが別に散らかしたわけじゃないのか。なのになんかマリアンヌを落ち込んでるか、マリアンヌがやらかしたんかなと思った。ネガティブな態度だとそういう風に見られちゃいますね。私は分かった、あなたに任せるわ。私逆に邪魔しちゃいそうだし。こういうのってさ、一人でやらないと余計ぐちゃぐちゃになるもんね。あの私ちょっと用事を済ませてくるから、あとはよろしくね。マリアンヌちゃん、そろそろ終わっ…どうしたのこれ。片付くどころか余計散らかってるじゃない。すみませんヒルダさん、どう並べたらいいかわからなくて。仕方ないな。やり方教えるから聞いててね。こういうのはまず最初に分類ごとに置き場を決めるの。そしてその置き場に関係ない分類の本は全部出しちゃうのよ。こうやって出す時も一時置き場を決める。魔導の本ならこっち、剣術の本ならあっち。ここまでできたらあとは全部置き場に戻すだけ。よいしょっと。ヒルダさんすごい。はいはい、お褒めに預かり光栄です。結局私がやってるじゃない。すみません手伝います。戻すのだけ。なかなかマリアンヌ大変ですね。失敗しね、やっぱりへこんじゃったんですよね。気持ちすごいわかりますよ。わかります。ヒルダ何分器用にできちゃいますからね。なんかマリアンヌの方に肩入れしたくなるなっていう気はしますけどね。目の前にいたらどうなんだろうな。まあ人のこと言えないけど。これで全員、支援情報は今のところ見終わりました。7月じゃない、8月に入ってますね。一応ある、まあ、大きな転換期が来て、これからなお事件が、深くなっていくっていう時期の支援情報でした。B ってあるのかな。結構 C 多いな。
マリアンヌ結構 C つけてる。うん、ヒルダそんなに意外と多くないかも。次はまあまあこれからですよね。マリアンヌが7つですか。結構多いですね。ヒルダがマリアンヌを下ないか6つだからな。マリアンヌ結構取ってますよね。あ、アネットとイングリッドも C があるから9つだ。ハンナは順調かな。イグナーツも結構、あ、5つか。クロードが意外と思ったよりは少ないんですね。5つか。はい、というわけで今後もですね、関係を深めて、B 以上を出したいと思いますので、応援よろしくお願いします。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しておりますので、よろしくお願いいたします。ツイッターはですね、ライブ配信の、前にですね、お知らせいたしますので、よろしければフォローお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。